ロバート・エドウィン・ウォールズロバート・エドウィン・ウォールズはアメリカ合衆国の政治家。1927年から1928年まで第6代アメリカ合衆国国務次官を務めた。1875年10月、オールズはミネソタ州セントポールにおいてジェームズ・ E ・オールズとリリアン・エム・グッドリッチの息子として誕生した。オールズは1897年にハーバード大学を卒業し、 弁護士となった。第一次世界大戦中、オールズはアメリカ赤十字社の代表としてヨーロッパに赴いた。その後オールズはアメリカ赤十字社の社長としておよそ3年を過ごした。1925年10月1日、オールズはカルビン・プリッチ大統領から国務次官補に任命された。オールズは1925年10月5日に着任したが、 上院休会中の任命であったため、1925年12月17日に改めて上院の承認を受けた。オールズは1927年6月30日まで国務次官法を務めた。1927年5月19日、オールズはカルビン・プリッチ大統領から国務次官に任命された。オールズは1927年6月1日に着任したが、 上院休会中の任命であったため、1927年2月17日に改めて上院の承認を受けた。オールズは1928年6月30日まで国務次官を務めた。国務次官退任後、オールズはオランダのハーグで常設仲裁裁判所の合衆国代表となった。そして同職在任中の1932年11月24日。 オールズは、フランスのパリにおいて、脳出血で死去した。rootsweb.com、ハットタイムマガジン29順1925、ハット US デパートメントオブステート、アシスタントセクレタリーオブステート、ハット US デパートメントオブステート、アンダーセクレタリーズオブステート、ハットタイムマガジンをディセンバー1932。ありがとうございます。